はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回いよいよアジアチャレンジトロフィースタート、開幕です。予選第1戦はカオマンガイですね。ミッドフィールダーのアリサが疲れてたり、ファーさんが、まあ、ファーさん、チャーンはそんなに力がないから、アリサが疲れているところが、まあ、気になるところではありますが。で、こちらは、アヤカが疲れてるなぁ。勇気を入れてみますか。悪くないんだけどな。早くよく戻してほしいとこです。そのまま行ってみましょう。相手の方が勝率高いですね。ブリッキーヌスタジアム。とにかく先取点が欲しい。ナイスアチェコ。うん、いいですね、このパスは。ミホ。ミホ、当たっちゃった。なるべく相手にボールを渡してはいけません。ああ、やばい。落ち着いてますね。いいですよ。これが後で影響してくるかも。くるみ！やりました。先取点。まずは、しっかり。サチコ、この切り返しがうまい。クルミをしっかり応えました。クラーカリガーズ先制です。いいですね。ちょっと無理があるかな、こう。いや、入った。2点目です。早くも2点リードいたしました。もう、必死に飛び込んだ、7個。さあ、当然。相手は攻撃的布陣チェンジしていきます。なるべく冷静にボールを持っておきたい。さあ、クアンチャイはすごい速いです。裏をかかれた。だが、ダツキキーパーチャージにはならない。クチャーボールをスローイン。前半もあとわずかです。イエス・サチコ。おっと、ゴール。まだ終わりません。これが最後の攻撃か。前半、おお、決めた。嘘でしょ？こんなにうまくいくなんて。今度は緑。
なんと決めます。緑がヘディング、当然相手も変えたいですが変えませんね。まだ前半終了です。さあ中段を変えていきます。まあどっちをクライスにしよう。さあ当然相手も一気攻撃的に変えていくでしょうが、まだ変えないか。3点差はでかいですね。右から左ネット攻めます。ここのボール私はダメだ。あっと、こういうのをやってはいけない。簡単に出してはいけない。組みナイス。残り30分です。広いダーク会長に捉えてしまう。これはファールになります。ナンコナイス。ちょっと空いたカバーにパスを捨てるのが偉い。さあ緑、あー右に添えた。残り20分です。すごい迫ってますが、なんと ですが返して緑4点目。これは素晴らしい。これ聞き取ろうかな。もう決定的な4点目になりました。あ、1点取られた。ドンマイではないですね。まあいいや。さあもうほとんど時間はありません。シュート、お、まだ攻撃は終わりません。さあ緑が蹴りまして、マドカが5点目。再び4点差に。キックを得てしっかり勝つ点は大きいですね。試合終了です。5対1大勝です。これは同点になった時大きいですよ。得失点差および得点で前半20分でこの先制点を得られたら大きいですね。このセンタリングも良かったし、ちゃんと答えてくれた。さらに9分後、これですね、7個の必死の飛び込み。これで、2点リードに得ることができました。
で、このまま前半終了いたします。と思いきや、これですね、このヘディング爆体をし、何もなしに見て良い見えすが、そこがすごいな、よく見えてます。これ惜しかったな。さあ後半41分、これですよ、クラリスと緑のコンビネーション、ポンポンってきて、まあ周囲追いついてないです相手の。ちょっとこれは点取られてしまいましたが、最後ですね、アイシャータイム、そして最後マドカ、緑からヘディング、高さがありますね、今のグランカリバーズになる。ということでシュートの回数も、ここ見た回数も多いし、完全に完勝と言っていいと思います。さあこれで勝ち点3、得失点差4なんでトップです。次はミルガザゼルまでは公式戦3戦もありますね。公式戦は3位です。はい、ということで無事アジアチャレンジトロフィー顔漫外戦勝利を奪うことができました。公式戦もまた頑張っていきたいと思います。乗りに乗ってるグランカリバーズをよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ツイッターやっております。概要欄にプレイリスト、ブログとともにツイッターのリンクございます。ぜひフォローいただければと思います。カルチュービットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。